名古屋市役所に続々と集められていたのは、家庭で使われずに残っていたレトルト食品や缶詰などの食品です。フードドライブと呼ばれるこの取り組みは、家庭で余った食品を職場で持ち寄って寄付をするもので、昨日は名古屋市役所のほか東海農政局など官庁街の5カ所で実施されました。今ちょっとコロナってこともあって、少し食事に困られている方とかも増えてきたのかなっていうふうに聞いてますので、少しでも喜んでいただければいいかなと思っております。集まった食品は、生活に困っている人や福祉施設に食品を提供する NPO 法人に寄付されるということです。